こんにちは。ガジェットウェアをご覧の皆様、日経マネー編集部の羽生幸子です。今日は日経マネーの最新号のこの11月号の内容についてご紹介したいと思います。この号の関東特集は、こちらのたまらなそうなのにたまる家の秘密ということで、年収5倍資産の技を大公開するという特集になってます。この年収5倍資産というのはどういうことかといいますと、年収の5年分を貯蓄としてすでに貯めているというすごいご家庭に取材をしました。具体的には、どういった内容かといいますと、例えばですね、こちらが最初のページになるんですけれども、この世界同時株安ですとか、為替が非常にこう激動している、あとはまあインフレの懸念もあるというような、そういう読者の皆さんの心配があるかと思うんですけれども、そんな環境の中でもびくともしないような貯蓄がすでにあるという読者のところに行きまして、そういった技をですね、家計だけではなくて節約技というよりもどちらかというと投資の内容なんですが、どうやってその年収の例えば 5年分ですとか、中には10年分以上も貯めているという方もいましたので、密着取材をしてきました。この人たちの特性を3つに分けまして、1つは年収が800万円以上という、ちょっとリッチな方の、貯めている技、そして2つ目は年収が、世帯年収が500万円から800万円未満のファミリーのため技、そして最後は年収が500万円未満の方の、この方たちは独身ですとか20代の方が多いんですけれども、そういった方々のノウハウを聞いてきました。で、最初の対談にですね、こちら の家計コーチングで人気の横山光明さんですとか、米国公認会計士の敏腕会計士である大竹明子さんなどに、お話を伺っています。具体的にどのぐらいすごいご家族がいらっしゃるかといいますとですね、例えばこの方なんかは年収が、世帯年収が1200万なんですが、1億200万円貯めているというので、こうやって資産がうなぎ登りに上がっています。この方たちの投資の技ですとか、もちろん家計 の節約の技なんかも聞いていますし、あとはですね、年収が900万円だけれども資産が6360万円も貯まっている方ですとか、あとはですね、私も実際に伺って取材したのは、年収が500万円だけれど資産が6150万円以上あるですとか、そういった方の増やす技、守る技、減らさない技と増やす技っていうのが両方お持ちの方っていうことが多かったです。で、最後のそのパターンは、年収が500万円未満の若い層のお話なんですが、この方が最初の人は独身の女性なんですけれども、年収が420万円なのに資産が1100万円以上、1000万円超えということで、どうやってもう若い女の子なのにこんなに増やしたんだろうというようなところがですね、みっちり書いてあります。あとすごくぜひ読んでもらいたいなというところがありまして、それはですね、この今回読者の方が一番多かった層が年収、世帯年収が500万円から800万円までっていう方々が多かったんですが、その800万円の方なんですが、割と多いと思うんですけれども、なのに貯蓄が全然たまっていないという3家庭に密着ループをしましてですね、題してダダ漏れ赤字家計脱出チャレンジというタイトルで、いろんな角度からコーチをつけてですね、それで赤字家計をスパルタで直していくという、そういうコンテンツがあります。この中にはですね、収入が月で手取りで60万円なんですが、これは多い方だと思うんですけれども、なんとこの人たちはですね、支出が月に82万5千円もあるんですね。なんで毎月22万5千円の赤字なんですが、もちろん貯蓄から取り崩してまだいけてるという状態なんですが、このままいったら多分もう本当に大変なことになるので、そこをですね、保険と
あとは家計と、あとは節約の技ですとか、あとは家計を全体を見て、会計士の方がチェックを入れるということでですね、それで改善されていくという、その密着ループもありますので、ぜひ楽しみに読んでいただけると嬉しいです。あとはですね、コラムということで、実際にお家のローンをたくさん抱えてしまって結構大変だよという方もいらっしゃったんですが、その場合の購入、一戸建てでもマンションでも購入する場合と、一生賃貸の場合と、実際どのぐらいのコストの差があるのということをガチガチに計算して比較してみました。で、例えば3500万円の家を買うとしたらっていう条件でですね、今の金利で、例えばフラット35で借りるとということで、ここ詳しくはぜひ読んでいただきたいんですけれども、意外な結果が出たんですね。で、じゃあお家賃が何万円以上だと買っちゃった方が得なんだよとか、実は家賃がこのぐらいの程度だったら一戸建てを購入した方が、固定でですね、フラット35で固定金利で払った方が得になると、そういった試算結果が出ていまして、こちらは日経マネーと日経新聞の土曜版のプラスワンの現実格景という、そういう新聞のコラムとも連動して載せる記事ですので、ぜひぜひ楽しんで読んでいただければと思います。皆さんの家計の技、そして投資の技、ダブルで勉強になります。このたまらなそうなのにたまる家の秘密、日経マネー最新号11月号の一番最初の特集に載せていますので、どうぞよろしくお願いします。